バシラン島、バシラン島、バシランはフィリピンの南東部、スールー諸島に位置する島。1000平方キロメートルほどの面積に30万人が住む。主な町はイサベラ市、人口73,032人。周囲の小島と共にバシラン州を構成し、イサベラ市を除きイスラム教とミン民ナを自治地域、アームに属する。主要な民族は、ヤカン、サルーク、トーサグ、 バングイングイ、ゾルなどであり、農業や漁業、海上交易を営む。島の住民にはムスリムが多いが、一方で、熱帯雨林や山間部を拠点に、アブサヤフなどの過激派の活動もあるとされる。米軍、フィリピン軍との戦闘もしばしば起こっている。バシランはフィリピンを構成する7107の島の一つであり、フィリピン南部のミンダナオシ島とマレーシア領の、 ボルネオ島の間に連なる400ほどの島からなる、スールー諸島の北部に位置する。スールー諸島は鳥たちの渡りの道であり、ボルネオからフィリピンへの人々の移動の道でもあった。ミンダナオ島の端に位置する、港湾都市、サンボアンガシとバシラン島の間は、バシラン海峡で隔たられており、その幅は最も狭いところで17マイル、27キロメートル、ほどである。 島の主産業は農業である。主な作物は、ココナッツ、コプラ取引のため、天然ゴム、コーヒー、黒胡椒、パーム油で、その他、カカオ、キャッサバなども作っている。また島周囲の海でのマグロやイカ、タコなどの漁獲もある他、養魚地では、ミルクフィッシュ、エビも育てている。また海岸では、海藻も栽培されている。主工業では、 夜間族の伝統的な織物が知られる。夜間族はパイナップルなどの植物から繊維を取って糸を紡ぎ織物を織っている。しかし20世紀に入りアメリカから派遣された平和部隊の教師たちやフィリピン本土から移住したキリスト教徒との接触で化学染料を使うなどの変化もあった。ラミタン氏の博物館では伝統的な柄の色鮮やかな織物が展示されている。 2001年のアブサヤフによる誘拐事件は島の経済に暗い影を落とした。アブサヤフの過激派民兵の活動で観光業は打撃を受けた。2006年の米軍とフィリピン軍の作戦行動によるアブサヤフの指導者、カダフィ・ジャンジャラーニの殺害やアメリカ政府による道路や港湾などインフラへの投資で治安は回復しつつあるが、なお戦闘は続いている。 生活改善と農村経済の発展を期待して、小さい集落、バランガイに対し、町の市場への道を整備したり、水道を作ったり、橋を作ったりといった投資も行われている。島の最初の住民は、インドネシア東部から来た、オランダンプアン、オランダンプアン、と呼ばれる人々で、夜間族の先祖にあたる。スマトラ島やボルネオ島からムスリムが来る前は、 夜間族が14世紀頃に支配を確立していた。バシラン島は、スペイン人到来前にこの島の大部分を支配していた主張にちなみだ、ギメ、タギメと呼ばれた時期があった。また島中央の山の旧名にちなみウレアン、ユリアンと呼ばれたこともある。バシランの名の由来には、諸説あり、鉄を意味する、バシと道を意味する、ランが合わさって、バシランとなったとする説や、 スルタン・クダラットが一度この島から、スペイン人を撃退したに鉄を意味する橋と磁石を、意味するバランを合わせて、橋イコールバランとしたものが縮まったという説や、この島を治めた主張のバンティランから来たという説もある。ミンダナオ島西部のマギンダナ王国のが、バシラン島まで勢力を伸ばしたが、スペイン領フィリピンの総督が送った軍により1637年に敗北した。その後、 イエズス海士が派遣され、バシラン島の植民地化が進むかに見えたが、台湾を拠点とする帝成功の海軍がマニラを襲うことを恐れた。スペイン人はマニラの守りを固めるため、1663年にサンボアンガやイサベラなど、フィリピン諸島南部の取り出から兵を引き上げてしまった。スペイン人は後にサンボアンガに戻り、 スールー王国など、周囲のムスリム政権と貿易の取り決めを交わし、サンボアンガは、経済的に繁栄するようになった。しかしこの繁栄は、ムスリム政権の軍、モロジン海賊とスペインは呼ぶやスペイン以外の諸国による攻撃の的となりつつあった。その拠点として、サンボアンガの花先にあるバシラン島が選ばれた。1747年に、 オランダがバシランを襲うが、現地人により撃退された。当時バシラン島では、タウスグ族のチョウダトゥバンティラン、ダツバンティーラン、モイスド人が主張国を築いていた。次に1844年、フランスがバシラン島、彼らはタギメタグイメと呼んだを占領しようとしたが、これも失敗した。スペイン領フィリピンがその後にバシラン島を征服し、 イサベル二世女王にちなみ増える手でイサベラ世軍だと名付けた石像の要塞を建設した。米比戦争ではアメリカ軍がバシラン島を制圧した。1936年サンボアンガを死にする法律が成立したが当時はバシラン島も地域に含まれていた。1948年にはバシランは独立した死になった。1968年フィリピン軍によるで 多数のモロ族、ムスリムが殺害された。この事件が、モロ民族解放戦線が結成された原因となった。当時の大統領フェルディナンド・マルコスが指揮をしていたと考えられている。1970年、ヌルミス・アリを中心に、モロ民族解放戦線が結成された。1973年12月27日に、シランは州となった。 1977年、モロ民族解放戦線からサラマト派が分派して、モロイスラム解放戦線を結成。1991年、ウサーマビン・ラービンの資金援助を受けたカダフィ・ジャンジャラーニが、モロ民族解放戦線、MNLF から分派して、アブサヤフを結成。2001年から2002年にかけ、アブサヤフが、パラワン諸島の観光客を拉致して、 アシラン島に監禁した。2006年の米軍とフィリピン軍の作戦行動により、アブサヤフの指導者ジャンジャラーニが殺害された。指導者を失ったアブサヤフ兵は、ミルフに合流したと考えられている。2006年11月、モロ民族解放戦線によるホロ島襲撃事件が起こり、ヌルミスアリが逮捕された。2007年7月10日、 で、モロイスラム解放戦線によるが起こった。海兵隊員14名が死亡。2010年2月27日のツビガン村をアブサヤフが襲撃。11人が死亡した。2011年8月14日、日本で秋の大統領とミルフの議長が会談。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。